私の強みは努力する才能を持っている点と考えています。強烈に思ったことは矛盾恋しすぎですよ。会社に対して狭い世界で決めちゃってるんで危ない。どうもこんにちは、わらばちです。今日は今シリーズ化しつつある内定の登竜門という企画をやっていきたいと思います。今回は初登場される面接官の方もいらっしゃるので早速自己紹介をしたいと思います。株式会社ラブグラフの CCO をしております村田敦美、あんみつと呼ばれてます。タクラスの池上と申します。信頼リーチャンネルではおなじみのお金道場セカニチと申します。今日は厳しくやっていきます。内定の登竜門は実際に現役就活生が自己 PR をして3人の面接官が今すぐ一緒に働きたい即内定もしくはごめんなさいの2択でジャッジをするという企画になっております。内定の登竜門挑戦してくださる就活生はこちらの方です。はじめまして、同社大学の安江田聡真と申します。簡単な就活状況を伺ってもいいですか？はい、現在の状況としては内定を2社からいただいておりまして、1つが広告の会社と、もう1つがデジタル関係の会社になってまして、残りは似たような会社で最終面接の権利をいただいたりっていう風な感じになってます。今回はウェブ広告業界で超有名な福田エージェンシーを想定して内定の登竜門をやっていきたいと思います。皆さんその福田エージェンシーの出身ではないので、最終的な意思決定は個人として一緒に働きたいかっていう軸でジャッジをしてもらおうと思います。個人として働きたいか、はい。それでは内定の登竜門1分間の自己 PR どうぞ。まず私の強みは努力する才能を持っている点と考えています。で、努力する点っていうふうに考えたときに具体的に何かと申しますと、大抵の人ってこう成果を出すところにすごく喜びを感じて、そこをモチベーションにこう行動されていくのかなっていうふうに思うんですけれども、私自身の場合は結果を出すところはもちろん楽しいんですけれども、その過程、自分が何か努力してコツコツと積み上げている段階をすごく楽しむことができる人間でして、成果を出すところとその手前というところで2つのフェーズ、ここをこうぐるぐるサイクルさせながら理想に特化したっていうところで自分の強みと考えてます。具体的にこれが生かされたエピソードといたしましては、人材の大手の会社で長期インターンをさせていただいたときに、内容としては電話営業の方をさせてもらったんですけれども、初めの1ヶ月本当に働けど働けど1円も稼ぐことができない中で、ただ自分は腐らずにこうどのようにしたら上手くなれるんだろうかっていうところをちょっと1ヶ月常に努力し続けて、最終的に結果の部分でいうと2月目で大体組織の平均が70件電話をして1件獲得すれば相場だっていうところを、自分は30件で1回っていうところまで数字を伸ばすことができまして、アポイントの獲得率っていうところで1位を取って画面まで続けることができたっていうところがエピソードとして挙げられます。ということで、今の自己 PR を聞いて気になった点があると思いますので、うん、ぜひ皆さんから深掘りをしていただきたいなと思っています。30分の1のアポ率を達成した、何が違ったんですか、その普通の制度。方法を少し変えましたっていうのがまず結論としてあって、じゃあ具体的に何を変えたのかっていうところをお話しさせてもらいますと、自分の組織にいた学生さんの大体のやり方としては、本当にいわゆるアポの取り方なので、数打ちゃ当たるっていうようなスタイルで電話営業されていたんですけれども、自分はこういろいろ教えてもらいながら、そこにちょっと疑問を感じるようになりまして、リストの数が決まっている以上いずれ消費してしまう。で、電話営業なので1回電話するとこうしばらく断られた場合かけられなくなると思うんですよ。その時に1回の無駄な時間にしてしまっていいのかっていうところにすごく不安を感じまして、であればこう電話する前に人よりも5分かかってもいいけれども、しっかりとした準備をしていく、調べてきたっていうことをうっすら感じてもらえるような、この会社のために時間を使ってくれたんだっていうような感じを取っていただけるように電話営業をしていまして、それとやっぱり単純にアポの数だけじゃなくて電話の時間が長くなりまして、話す時間が長くなればなるほどいろんな情報を盗むことができますし、次の電話の時に生かすことができるっていうところで、成功率っていう部分でかなり数字を上げられたと思ってます。それってその社会人2年目とか3年目の営業マンだったら普通にすると思うんですよ、はい、別に取り立ててその安田さんを採用するべきだっていう話にはならない、はい、気がするんですけど、その辺はなんかどう思う？手法っていう部分に関してはそこまで大したことはないかなと思ってます。ただ自分の強みとしては吸収力の部分があるかなと思ってまして、何かするときに上手い人の真似をどんどんしていって自分のものにしていく、でその過程を楽しみながら結果的に上手い人を抜かしていくっていうところで、いろんな強い方々がいればいるほど自分はそれを身につけることができると思ってますので、それも社会人みんなそうだよねっていう感じがしてまして、それが人より優れているエピソードとかありますか？
自分がどこでこの努力を気づいたかっていうと、高校生の時にバレーボールを始めまして、その時に本当にハマりまして、どうすれば上手くなるのかっていうところを考えて、このサーブが入ったからにはこういう理由があるっていうのを分析的に考えて、それが時間が経てば動画を撮影するようになったりっていうところで、上手くなるために必要な部分を客観視できる、自分のプライドとかも全て捨てて自分の悪いところを直していくっていうことをできたっていうところが、すごくまずベースとしてあって、カーブを思い浮かべてイメトレをしたっていうこととビデオを撮って自分を確認したってことだと思うんですけど、それ多分各高校に20人ぐらいはそういう人いるかなっていう感じがして、全国に高校が何校あるのか分かんないですけど、頑張ったとは思うんですけど、面接官が100人に1人学生をどうしても選ばなきゃいけないってなった時には多分普通ぐらいの話な気がしてしまうので、なんかもうちょっと入社したら活躍しそうだなっていうのがあるといいかなとは。正直そのとりわけすごい全国に来たとかっていうエピソードはないんですけれども、でも結果より過程でいいと思いますよ。まあ、全然全国ないとかじゃなくていいから、どう考えて何をしたのかっていうことがすごく言えば全然私はすごいいいなと思ってて、はい、一つは吸収力みたいな言ってたと思うんですけど、やっぱ素直さみたいなところがすごいいいなと思って、お話聞いてる限り優秀なのにたくさんの方から意見聞いたりして、それをどんどん自分のものにしていくっていう点だったりとか、あとはあのリスペクトがあるっていう点もすごいやっぱいいなって思って、そこがスポーツマンシップなのかなと思って、クライアントさんも学生さんにも敬意を持って仕事を進めてるってところが、その2点がなんかすごく響いていいなと思って、2つ内定あるだけあるなというふうに私は思いました。プロセスを頑張れるというか、結果もそうなんだけど、その途中の過程を頑張れるっていうところの、まあそれってすごい大事なことだと思うんですけど、なぜそこが頑張れるんだっていう、より本質に迫りたいなと思って、なんでなんですか。ありがとうございます。反骨心っていう部分があるかなと思ってます。反骨心。自分が小中高と京都の付属系列の学校に通ってまして、いわゆるこう付属系列にいらっしゃる学生の皆さんって世間的にお金持ちのお子様がすごく多いですよね。自分の家はそうではなくて、特にこう中学1年生の時に親も離婚してたりっていうところで、母親側についてったってこともあって、友人なのでとても大好きな人たちなんですけども、遊びに行く時になんかみんな簡単に数千円パパパパ使うけれども、僕は使えないなだったりとか、家にお金がないからこそ何か欲しいっていうこともなくなってきた中で、好きとは裏腹に将来この甘えたやつらに負けたくないっていうのを高校生的に思うようになりまして、勝つって何なんだっていう時に、どうせみんな働かなきゃいけないんだったら、将来働く時に分かりやすく安枝すげえとか、自分の中でこいつらより頑張ってるし稼いでるしみたいなものを感じれることが必要なんじゃないかなっていうのを思って、なった時にやっぱり年収とか社会的地位だったり仕事内容って部分を掴みたいっていう風に考えるようになって、大学の学部選びも実践的なことを学べる学部を選んで、今の反骨心みたいな話になった途端なんか顔が本音が出ました、ね、最初に面白かったですよ、ね、具体的にどこまで行ったら価値って言えるかとか、そういう定義とかって持ってたりするんですか。具体的な数字面で言うと、2000万は超えたいなと思ってます。なんでかってことなんですけど、いわゆる大手企業の部長さんクラスとかで大体1000万から2000万くらいっていうイメージが僕の中で調べた結果あって、そこは超えなきゃ周りの子たちがもっと年を重ねるときには勝ててないっていうふうに思うので、2000万と言ってるんですけども、そこに関しては正直上に限度はなくて、いけるところまで稼いでやりたいっていうのはすごく思ってたりとか、すごく矛盾してって、年収2000万会社員になるには多分30年はかかったりしますとか、55歳とかで2000万とか、会社員になってもお金持ちになれないですよね。はい、それはどう考えますか。まず会社員になるのはあくまで手段と言いますか、手段、はい、そこで何を取ってくるかっていうところが自分の中ですごく大事だなと思ってまして、できるだけ早い段階でできるだけ稼ぎたいってところがあるので、もちろん50歳で2000万は正直遅いなって思ってるので、30歳でまずは1000万以上目指して、そこも30歳でも会社員なんですね。ただ自分に独立できる能力だったりとか、会社を回す力が身につけばすぐに、いや反骨心があればできます、絶対できます。本音のところどうなんだろうなと思って、僕の本音としては今まで結構保険をかけがちな人間っていうのがベースとしてあって、なんか矛盾してますよね。保険をかけるにしても何かちょっと安心した材料がある上でチャレンジをしていきたい性格があって、もちろんそこは望むんですけれども、博打で行くのは僕の中ですごく嫌でして、ある程度こうノウハウだったり自信が身について、で客観的にいろんな人から声をいただいたりってところで、自分の自信と客観的な自信ってところをつけた上で、できるだけ確率を高めた上でその道を選んでいたいっていうところで、20代のうちは仕事をさせてもらいながらいろんな方から学んだりとかコネクションを作ってっていうところで、将来30代40代
30代に向けて動きたいなっていうふうに考えてます。会社員で30歳で額面1000万って30社ぐらいしかない？いや、もうちょっとある。100社ぐらいはあります。100社ぐらいはあると思います。仮に100社あったとして、その100社から内定が取れなかったら、そもそも30で1000万が不達成になるけど、どうするんですか？それに関してなんですけれども、大体30歳で1000万稼げる会社っていうと、本当にめちゃくちゃ大手か、時間をめっちゃ削るパターンかな。そうですか、そうです、そうです、そうです。ではなくて、自分に価値を持った上でそこに対価としていただきたいなっていうふうに思ってまして、自分が新卒で入った会社でもらうだけではなくて、転職でもいいですし、事業を作って役員になったりっていうところを考えてまして、で、自分が受けてる会社さんでいうと、大体従業員数が数百人程度っていうところがあるので、その中で役員になれば1000万は超えることができるっていう話は聞いているので、そういった会社を今受けれたりっていうところはあるので、大手さんを受けてないとか、そこまで行ってないのはそういった理由があったりっていう。お金を稼ぐっていう観点だったら、選択肢として起業家っていうのもやっぱあったと思うんですよね。もしかしたら起業の方が簡単に達成できるのかななんても思ったんですけど、今会社員としての就活してらっしゃると思うんですけど、そっちの選択肢も考えたりとかってしたのかなってちょっとお聞かせいただきたいです。ありがとうございます。それに関しては、自分が長期インターンを始めさせてもらったのが大学1年生の2月で、もちろんいろいろ仕事を見ていく中で自分で何かできるんじゃないかなっていうのは考えました。ただやっぱり当時何も持ってないし、自分のベースの部分で言うと結構保険かけがちってところがあったので、家の事情的にもそんな博打を打てる部分ではなかったので、ある程度そこを安全なラインを確立した上で将来的に起業する方が自分の性格だったりとか現状には合ってるんじゃないかなっていうところで、そこまでの行動力といいますか決断もできなかったっていうところで、この大学4年間どんな経験をするのかっていうところで長期インターンにすごく注力してきたっていうふうになってます。こっから社会人また3年4年ってやった後に起業できるかとか、自分で事業作っていく力があるのかみたいなの、学習に変わるラインって自分の中で基準ってあるんですか？事業を作らせていただく経験がすごく自分の中で重要かなと思ってまして、その年収もらおうと思ったら、ね、0から1で何かを作らなきゃいけないっていうふうに思いますので、作らせてもらって、そこでしっかりとした売り上げを出して会社に貢献できれば、おそらく自分の中では一つの経験として自信になるかなっていうところで、そこをきっかけに旅立っていったりとか、一人で活動できたらいいなとは思います、一つアドバイスしろというか、聞いて思ったのは、はい、人ってなんか目標以上にはならないと思ってるので、1000万達成したいってことであれば、2億稼ぎたいとか、200億の事業を作りたいぐらいにしといたらいいのかなって思います。ありがとうございます。じゃあ一つ任されましたとして、どれくらいの規模の事業を起こすつもりなのか、具体的な年商何百億なのかとか、どれぐらいのイメージでいますか？正直そのここまで大きい額面で働いた経験がないので、皆さんの想像とは違う回答になってしまうかもしれないんですけど、自分の中では例えば一つの事業があった時に、会社の中でメイン事業ってあるかなっていうふうに思ってまして、そのメイン事業にはやっぱ初めなので及ばないと思うので、ただそれの半分ぐらいの、だいぶでかいと思う、多分だいぶでかいと思うんですけど、そこを目標として、これが多分回せるようになると一人前というか、自信を持って旅立つところにもつながってくるかなと思うので、大変だと思うんですけども、そこはでも今しかできないことというか、将来を考えるときにやっといた方が絶対いいことかなと思っているので、楽しみながらやりたいなと思ってます。任された仕事は全部やりきりたいので、いくらでもくださいっていうふうに思ってます。会社さんの中で半分自分が責任を取れてるとも捉えれるかなと思ってまして、会社の大きさによって額面は違うと思うんですけども、少なからずスタートアップにしろ大企業にしろ半分自分で回せたってことは、ある程度こう会社を回していく上での基礎知識だったり経験を詰めてるかなっていうところがあるので、具体的な数字よりもやっぱり会社の半分ぐらい支えれてるってところで自分の答えとしてなってるのかなと思ってます。恋しすぎですよ、あの会社に対して。利益を生むマシンを自分が作ったのに年収で1000万1000万しかもらえないって搾取ですから、危険ですね。それは本当に愛が一生続くならいいですけど、愛って一生続かないのでリスクがあります。なんで狭い世界で今決めちゃってるんで、それはそうです。あのすごく良くないというか危ないです、ということで、一連の交流もお疲れ様でした。気になる結果発表の方を早速またいただきたいなと思っておりますが、それでは皆さんに札を上げていただきたいと思います。せーの、ありがとうございます。早速お一人ずつ結果の背景を教えていただきたいんですけど、いいなと思ったのがもう素直でいいやつみたいなところが、福田多分エージェンシーさんとかもそういう人が取りたいみたいな言ってると思うんですけど、私もそこがやっぱいいなと思ったのと、素直な部分とプラスして反骨精神があるって向上心もある、バランスがすごいいいなって思ったの部分がありましたね。普通にいい人だなと思ってめっちゃいいやつ、絶対ね、なんか友達にいてほしいっていう間違いない
けど、合う合わないあるとは思うんで、まあ、僕目線でいくとちょっとまだ厳しいところあるかなというふうに思いました。僕が測れる範囲だけで言うと全体的に抽象的かなというふうな気がしてまして、もう少し具体的なエピソードの中の再現性とかもそうですけど、その辺ちょっと気をつけて意識してやっていったらいいんじゃないかな。優しい。ちなみに私池上さんの質問でちょっと気になったところがあったんですけど、深掘りでその家庭でもいいっていうのを言われた時に、とはいえ納得させるためには家庭でも異質な工夫をしてるとかしてないとなんか納得させられないのかなと思って、当たり前に当たり前のすごいことをやってる場合と、例えばスターバックスでバイトしてて売り上げがなんか上がりましたとかいう話とかよくあるじゃないですか。でも工夫してることって意外と地道で、別にその家庭自体はすごくないけどやり続けたことがすごいかもしれないじゃないですか。マーケットから需要があって、まあ、そこで競争力があればいいと思うんで、需要がないことを頑張りましたって、まあ、例えばスタバに通う時にうさぎ飛びしてスタバに行ったんですとか言われても、うちの会社にいらんなってなると思うし、訪れるお客様の顔を見て今日もお仕事ですか、行ってらっしゃいって言いましたって言われても、これスタバでみんなやっとるよなってなるんで、まあ、その需要とその競争力の、まあ、両方があったらいいと思います。業界によってその欲してる能力が多分違うんで、その再現性をエピソードの中で測ってると思うんですよね。結果で、ね、スタバが2倍になりましたとか、オリエンで3倍人集まりましたって言われて、不動産会社の人がうちオリエンないしなみたいになりますよ、ね、うちコーヒー売ってへんしなってなると思うので、面接官が自分の会社に応用させようとするとそれは多分どちらかというと家庭の方が応用しやすいのではないかと思います。強烈に思ったことは矛盾、反骨心があるって言ってるのに反骨心を感じなかったのが一番。反骨心がある人ってとにかく広い世界を見ようとするんです。だけど安田さんって今狭い世界ですごい閉じこもっちゃってるんで、なんでだろうってすごく不思議、誰かが閉じ込めてんじゃないかなって思っちゃう。もっと広い海はすごい狭い池で我慢してるから、それ反骨心を感じませんっていうのが1個目で、次営業の成果に関して言うと、営業が上手い人のポイントって会話なんです。会話がなかった、今回の面接は一方的に喋るケースがほとんどなので、会話がないと営業はうまくいきませんってので、そこもすごく矛盾を感じた。もし営業をするのであれば、会話をしてください。会話をするためにはこっち側を短くする必要があるんですね。で、短くする努力っていうのは爆発でどうにかなるので、これ努力でどうにかできますっていうのがやってほしいなと思って、期待を込めてのごめんなさい、金稼ぎたい本音を最初に欲しいですね。あ、そこがないと全部矛盾して聞こえるんです。本当にそれ本心なのかなって、タイミング的にはどこで出す、なんか私は稼ぎたいですって最初にも言ってほしいです。でそれでマッチングしなかったら、もし落ちたらラッキーじゃないですか。稼げない企業だったらアジャスになるんですけど、それは落ちたことは選択肢が自分にとってメリットがある会社しか残らないのでいいことじゃないですか。そうです。はっきり言った方がお互いに耳が。感想はいかがですか。まず本当にありがたいお時間だったなって思って遊んでありがとうございます。その上で特にこう印象的だったのがやっぱり矛盾の部分だったりとか、自分の視野が狭いして正直自覚は、自覚を最近本当にするようになってきたっていうのがあって、やっぱりこう最終面接に進んでいくにつれて、役員の方と話するときに、今までこうお会いしたことのない人生を送ってらっしゃる、特にお金の部分だったり自分の学面の話にちっちゃいって言われてしまったりとかっていうところで、あ、狭いんだろうなって思ってて、ただまだ全然改善はできてないので、本当にこれから本腰を入れていろんな人とお話する機会を作って、自分からっていう風にして動けたなっていう風に。今回来ていただいた3人の SNS は概要欄に書いてありますので、よかったら皆さんチェックして最新情報をゲットしてください。今回は貴重なお時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。